六本木に来ております。六本木といえば六本木ヒルズがあったり、ミッドタウンがあったり、美術館があったりといろいろあるんですけれども、今日はおすすめのカフェを案内したいと思います。とイチジクのキーマカレー、ルーローとイチジク玄米リゾット、週替わりのイチジクランチがあります。ランチは全部、日替わりの惣菜スープがつきます。スイーツはイチジクシロップのかけた豆乳レアチーズケーキがあります。では早速注文に行きたいと思います。ランチにはサラダバーがつきます。サラダはトマトとかレタスとかがあります。ドレッシングもイチジクのドレッシングです。注文した商品が届きました。イチジクのキーマカレーです。大きいイチジクが乗ってます。それでは食べていきたいと思います。デザートは豆乳のレアチーズです。生のイチジクとイチジクのジャムと、イチジクのコンポートのソースがかかってます。はい、それではデザートの方を食べていきたいと思います。豆乳レアチーズのイチジクソースがけです。生のイチジクを食べます。イチジクの粒々感とレアチーズのちょっと酸味があっていい感じに美味しいです。はい、ではフィグ&の店長、志田さんにイチジクの魅力について聞きたいと思います。はい、イチジクの魅力とは何ですか？はい、イチジクの魅力は、女性にとって美容にとてもいいことですね。腸の環境をイチジクはつぶつぶがすごい良くしてくれるんで、中のじわっとした感じとつぶつぶで食感も楽しめて綺麗になれる、そして美味しいっていうこの3拍子揃ってるんで、ぜひおすすめです、イチジク。ね、そんなイチジクの料理がたくさんあるフィグ&、はい、はい、営業は基本何曜日でしょうか？はい、休みから言うと、休みが月曜日と、木曜日が休みになります。はい、それ以外は朝の、11時から18時までやってます。ありがとうございます。はい、ではみんなでイチジクを食べて綺麗になりましょう。はい、ありがとうございます。